喜び、悲しみ、人との触れ合い、若者たちは熱い心を歌に託してさまざまな自分を表現してきました。時代とともに若者たちの音楽をリードし続けてきたポップコーン、それは自分の青春の歌でもあったのです。あなたと走った、いやー懐かしいですね。1971年のグランプリ曲プリーズプリーズプリーズ。この頃は作曲コンクールと言っていた時代、場所も根室の里の野外ホールです。ヒデとロザンナはこの後めでたく結婚、作曲コンクールが取り持つ縁だったのでしょうか。語っているの二人綴った愛の言葉も消えて消えたの、ララ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 。そして同じく第3回グランプリ曲モップスの雨。このメンバーのどこかに今タレントとして活躍している鈴木博道さんがいます。さてどこにいるんでしょうか。皆さんも探してくださいね。いましたね、これが鈴木博道さん。今と随分違いますね。第7回大会は第5回、第6回と連続して入賞していた小坂京子がついに念願のグランプリに輝いた年です。同じく第7回大会最優秀賞、作詞作曲松田かがり。この年は桂木由紀や生野真世らが譜面応募のポップコーン歌手として活躍した年でもありました。そしてこの年からポップコーンが妻恋で開催されるようになったのです。ことなどをそのうちにどう決めるだろう、人間違うの店で甘酒飲む、訳せない味も変わるだろう。1975年の第9回大会、まだ高校生の矢上純子が早くも才能の輝きをキラキラと光らせた年です。同じく第9回大会、作詞作曲藤川義孝、優秀曲「君の住んでた街」、ポップコーン歌手の松崎しげるの説得力ある歌唱力はさすがですね。
同じく第9回作詞作曲田原恵子、入賞曲私はコスモス。この9回大会は生野真世、八神純子、渡辺真知子、そして中島みゆきなど注目すべき4人の女性が十分に実力を発揮し活躍した年です。愛する人に罪と慣れていたわ、青い空を渡る風はもう冷たくて。中島みゆきは彼女のお父さんが病に倒れた時にこの歌を作ったといいます。時代で世界歌謡祭グランプリを手にした2ヶ月後、彼女はこの歌が自分の父へのレクイエムになるとは夢にも思っていませんでした。この10回大会でもう一人忘れてならないのが稲葉陽です。優秀曲賞の分かってくださいはヒットチャートの1位となり、ポップコーンの存在を一段と広めたのです。愛は見えない、あなたに似た人を見かけると、第11回大会からは渡辺真知子のグッドマンを聴いていただきます。この年からグランプリ曲は自動的に世界歌謡祭にエントリーされることになりました。でも彼女乗ってますね、随分と。第12回大会は一頃のフォークが影を潜め、クロスオーバー風からニューサウンド、コミカルなロックと個性的な作品がいっぱい揃いました。儚さに第14回大会、世良雅紀&ツイストの衝撃のロック、あんたのバラードが妻恋を酔わせます。でもこれが出てきた時はすごかったですね。同じく第14回大会、阿部康弘のセプテンバーバレンタイン、惜しくも入賞は逃しましたが、会場に爽やかな印象を残してくれました。
同じく15回大会の長渕剛、一度プロ歌手となった長渕ですが、もう一度アマチュアの心で挑戦してくれました。第16回大会グランプリ、まどかひろしの無双花です。日本中が飛んで飛んでの大フィーバー、160万枚のヒットとなりました。同じく第16回大会、ボーカルの著しい向上を見せてくれました。石川優子も力いっぱいの歌を聴かせてくれます。16回大会は様々なヒーローやヒロインを生んだ実りある大会でした。チャゲ&アスカもその中の一組です。第18回大会はクリスタルキングの大都会がグランプリに輝きました。平均年齢28歳の最大者ばかりのバンドというのもポッコンらしいですよね。
同じく18回大会の優秀曲、オラが鎮守の村祭り。新鮮な若者たちの息吹を感じさせます。第19回大会グランプリ曲、伊丹哲也作詞作曲、伊丹哲也とサイドバイサイドの街が泣いていたです。男臭い魅力を十分に披露してくれましたよね。さよなら俺の街よ、そうと決めた明日の俺だった。寂しさに街が泣いてた。同じく19回大会の優秀曲、愛はかげろう。透明感のあるメロディーはディオブームの先駆けともなりました。これは僕が好きだったんだ。第19回大会からもう一つの入賞曲、キューティーパンチョスのゴスペルの夜を紹介します。さあ、この人は一体誰でしょう。そう、杉山清貴さんなんですね。涙を運ぶ叫べ、ロックの洗礼を受けながら、一方では脈々と流れるソロの弾き語りはポップコンの伝統ともいえます。第21回大会のグランプリ曲、伊藤俊弘のさよなら模様はまさにその典型だと言えましょう。この人本当に国鉄の車掌さんだったんですよね。ぬくもりを
静かにしろよ。ショータイムは第22回大会。なあみんな、高原茂人が率いるアラジンの舞台は会場を沸かせ、同時に完全無欠のロックンローラーの大ヒットにつなげました。彼らのステージはとっても楽しかったですよね。窓べっちょりクールでバッチリ A ちゃんに泣きすます。俺に女はいらないじゃん。フラれフラれた何百人。俺はスーパースターロックンローラー、完全無欠のロックンローラー。あたりが女に無視されてロックンロールで生きてゆく。バカにするなやつ。同じく第22回大会の優秀曲賞、舞の愛想春日は第19回第20回にも連続入賞した実力。今回もその力を十分に発揮してくれました。第23回大会のグランプリ曲はアミンの松は、可憐な女心を歌った視点と綺麗なハーモニーがその年最大のヒット曲となりました。でもこんな風に言われてみたいと思いませんでしたか。同じく第23回大会の優秀曲、アスカの花盗人。メルヘンの世界を澄んだピアノの弾き語りで描き、世界歌謡祭では見事にグランプリを射止めました。私の花を盗んだ人は浮気のよう
同じく24回大会の入賞曲、作詞作曲藤川恵子、小林千恵が歌いました。現在はポップコンの女性司会者として活躍しています。第25回大会は久々にアップテンポの軽快なロックがグランプリを受賞しました。小森田実&アルファのフォリナーです。第27回大会グランプリ曲はコンセントピックスの顔です。度肝を抜く吉田貢のボーカルとバックの3人の演奏は抜群の迫力、強烈な個性を主張していますよね。こんな風に言われたら情けなくなっちゃいますね。第28回大会はトムキャットのフラレ気分でロックンロール、シンプルで覚えやすいメロディーとトムのキャラクターが見る人に新鮮な印象を与えました。彼女とっても可愛いんですよ。第29回大会、話題曲の多かったこの大会で見事グランプリに輝いたのは19歳のレディースバンドロールバックでした。今年もまた新しい若者の歌が生まれようとしています。10
自分の感性を、自分の個性を思いっきり表現してください。ポップコーンは歌と心、そして若者の可能性を無限に追求していくのです。ポップコーンの歴史に1ページを刻むのはあなたかもしれません。第30回ポップコーンつまもい本選会、全国から集まった1万5000曲、3万人、6000バンドの中から、今年もまた新しい若者の歌が生まれようとしている。ゲストにトムキャットを迎え、つまごいで9月29日感動のステージの幕は上がる。チケットのお問い合わせは最寄りのヤマハ特約店、またはポップコーンセンターまで。つまごいはいつも見てきました。感動の瞬間を、ポップコーン作品募集中。始まりはいつもあなたから。